人々のささゆです。今日は東京のお気に入りスポットをご紹介します。行きましょう。晴れたら空に豆まいてに着きました。ここのライブハウスは毎回アーティストによってもうガラッと雰囲気が変わる装飾がされてて、畳でゴロンとしながらライブ見れたり、あとご飯もとっても美味しいし、東京で好きなライブハウスです。ここが槍ヶ崎の交差点で、とても好きな場所。山から川が流れていろんなところに行くみたいに、恵比寿にも行けるし、中目黒にも行けるし、代官山、渋谷にも行けるし、どこにでも行けるなって感じさせる、とても好きな場所。私にとって東京はいろんな人、いろんなものに出会える、どんどん私も新しく変わっていける、とても楽しい街です。ここがブロックハウスです。3階の丸山酒場で遊びに行きます。ここはモンスターズのワークショップをしたり、友達とビデオを見ながら遅くまで飲んだり歌ったり、新しい友達ができたり、好きなお店です。